この後は太田裕美さんが歌うわけです。今バンドの方々ちょっと今チューニングをしておりますけれども、で、暑いせいかね、皆さんやっぱり水もが多いですね。そうですね。さっきのコーラの話じゃないですけども、ドカーンとコーラね、うん、ひっくり返してみたりね、もう。もう買ってね、持ってくる間に走ってたんじゃないかと思う。そうかもしれない、ね。振りながら来ちゃったね。それはダメですよね。さあ、それじゃあ、今日のメインゲスト、太田裕美さん参りましょう。まずはこの曲です。失恋魔術師。マジッシュを歌ってまいりました。はい、今日は、サマードレスといった感じでございまして、爽やかですね。そうですね、暑いですね。うん、もうそれはこれだけ、ね、日差しが強ければ暑いですよ。はい、ひろみちゃんも随分焼けてるじゃない。でも先週ね、箱根とか大磯とかいろいろテレビの仕事で行ってたんですね。あ、そうか、はい、だから、ね、暇を見て焼いてました、うん、そうですか。いい色ですね、はい、今日はコーラスの方々もついててね。はい、美しいお嬢さんですね。そうです。そこで鼻くそほじくっちゃいけませんよ。大丈夫ですね。してませんよ。そんなことはしてませんから。はい、ひろみちゃんのこの夏バテ防止法って何かありますか？やっぱりよく寝て、うん、よく食べることだと思うんですよ。やっぱり食べることですか？食欲ある方？あります、うん、お寿司屋さんですから、お寿司なんか随分食べてんじゃないですか？そんな食べないですよ。中トロかなんか食べてんじゃないですか？いえ、ただだと思って。トロは好きじゃないんですよ。あ、そうなの、はい、お寿司屋さんで何が好きなの？納豆巻きが好きです。納豆巻き、お寿司屋さんであんまり生もの関係ないものが好きなんですね。そうなんですね、送られちゃうんですよ。そう、昔よく行きましたよ、ひろみさんのうちの。ゴルフの行った帰りかなんかにね。本当に、で、あなたのうちの前駐車場かなんかちょっとあって U ターンさせてもらってね、ただのこといろいろありましたね。はい、そうですか、はい、それじゃあ一つですね、あとまだ2曲残ってますけども、はい、目いっぱい今日皆さんのために歌ってあげてくださいね、はい、続いての曲は手のひらの夏です。聴いてください。
スタードキーなぜなぜインタビューでございまして、毎日のようにやってるわけでございますが、はい、僕はいろいろと質問いたしますので素早く答えていただこうってわけでございます、はい、今日はくだらない単純なことですけどもね、はい、ちょっと答えてくださいね、はい、冷たいお豆腐を冷ややっこというのに熱いお豆腐を湯やっこと言わないのはなぜでしょう。湯やっこっていうのは、はい、なんか芸者さんみたいな名前になるから。ああ、勇気な答えですね。素晴らしいですね。お風呂に入るときに裸になるくせに泳ぐときは水着をつけるのはなぜでしょう。お風呂はあったかいけれど、お水は冷たいんでお腹が冷えないように。ああ、なかなかお利口さんの答え方しますねそうですか。盛りそばとざるそば同じおそばなのに呼び方が違うのはなぜ。ざるそばはちゃんとお海苔がかかってますよ。あ、そうですね、はい、でもおそば自体は同じですね。違うらしいですね。あ、そうですか、とお寿司屋さんがおそばの話をしております、はい、スーパーマンが空を飛べるのに太田博美が空を飛べないのはなぜでしょう。お餅がつきすぎて、どの辺にお餅がついてますかな。そうです、太った少し変わんないと思うんですよね。太ったという言う方とね、落ちたという方と両方洋服によってちょっと違う場合もありますね。夏はどうなんですか、痩せる方ですか。変わんないんですよ、うん、今何キロぐらい、60キロか70キロぐらいありますか。そんなにはない。何キロぐらいですか。45あたりですね。ああ、45、いいとこかもしれませんですね、はい、ちょうどね。じゃあもう一つですね、太田博美が、これ一番大切なことです、はい、太田博美が今まで一度も男性問題で女性週刊誌に騒がれたことがないのはなぜ。ありますよ、一回。そうですか、はい、だいぶ前でしたでしょ。去年ですよ。去年でしたか、はい、あれはなんででしたか。あれはね、アメリカ行った時に、皆さんこうスタッフの人とレコーディングで行ったんですけど、ね、うん、特別なんか作詞家の方と噂をされたんです、うん、あ、どうでしたか、気持ちは。その嬉しかった、嬉しかった初めて乗ったんですよやっぱりあんまり乗らないっていうと寂しいもんなんじゃない。いや、寂しいというよりもね、うん、ちょっと欠陥があるじゃないかとかね、いろいろ言われるんですよ。いや、書かれたら書かれたと思って尺に差あるしね。嘘を書かれるとね、で言ってなくても喋ったように書かれると悔しいですよね。あ、そうか。ということは去年書かれたことは悔しくないってことは多少本当のこともあるわけだ。いや、そうじゃなくて初めてね、こう男の人のことで問題になったから、やっと女性として認められたんじゃないかって、そんな感じで喜びましたけど。でもお父さんお母さんもそろそろもう嫁に行かなきゃいかんじゃないかってこと言うでしょう。いや、もう諦めてるみたい。もう35になるからね。そんなにやな。大丈夫ですね。でももう結婚のこと考えないで一生懸命歌の方に専念してると。そうですね。いいことかもしれませんですね。さあ、それでは太田博美さん最後の曲になりますけども、これは7月21日、ついこの間発売になったばっかりの新しい曲ですね。シングルガール、まさに太田博美。戻らなくちゃ
あなたの息